今回は牛肉と春雨のピリ辛炒めの作り方を紹介します。ピリ辛に炒めた牛肉の旨味を吸った春雨がご飯の進む一品です。そして緑豆春雨はこれからの暑い時期におすすめの食材で、冷たい飲み物で冷えた体を整え体内の熱を出しやすくしてくれます。スタミナのつく牛肉と一緒に摂ることで夏バテ予防にもなりますよ。それでは作っていきましょう。まずは春雨にお湯を入れ戻しておきます。ポットなどのお湯を使い、そのまま30分ぐらい放置しておけば戻ります。材料は牛バラ肉切り落とし 200g、 緑豆春雨 70g は戻ったらザルで水を切る、ニンニク生姜各大さじ1、人参細切り 15g、 2分の1にカットしたインゲンを15本用意しました。牛肉に下味をつけます。塩、黒胡椒、醤油、酒を少量ずつ入れもみ込み、卵を少量入れ含ませます。片栗粉を大さじ1くらい入れまぶしてから油を入れコーティングしておきます。インゲンを加熱します。油通ししますがボイルするのでも OK です。油通しなら170度ぐらいの高温で10秒ぐらい加熱します。ボイルするなら2分くらい茹でます。鍋に大さじ1の冷たい油を入れます。止めた状態から牛肉を入れ炒めていきます。火力を中火にして牛肉を箸で広げながら火を通していきます。はじめから強火で炒めると肉が硬くなりやすくなるので、徐々に加熱してじっくりと炒めます。片面の肉が焼けてきたら裏返してさらに焼いていきます。赤いところが見えなくなってきたらニンニク生姜を入れます。人参も入れます。豆板醤を小さじ1入れます。油があるところで豆板醤を溶くようにして火で炒めます。少しまたは酒を大さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ2も同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 200cc 入れます。砂糖大さじ1を入れます。
砂糖はオリゴ糖を使いました。戻した春雨を鍋に入れます。スープに絡めるように混ぜ合わせて煮込みます。人参を入れます。前回の動画で紹介した自家製味の素を入れます。もちろん普通の味の素を使ってもいいですし、入れなくてもいいです。味を確認して必要であればお好みで調整してください。春雨が汁を吸って煮詰まってきたら、香り付けのごま油を少量入れます。最後に軽く混ぜ合わせたら完成です。皿に盛り付けます。これで牛肉と春雨のピリ辛炒めの出来上がりです。詳しいレシピと緑豆春雨の健康効果ブログで紹介していますので、そちらを見てみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。